古本屋開業 RTA 始まるよ。レギュレーションは失業保険が切れてから初めて注文が入るまでとします。なお RTA と言ってますが、もちろん細かいタイムを測っているわけではありません。また各日にちに関してはいろいろじってます。ご了承ください。それでは、あー、用意スタート。さて、まずは開業場所を定めないといけません。自分が住んでいる物件の契約書に事務所利用可の旨の記載があれば、すぐにでも古物商許可証申請チャートに進めますが、住居専用の旨が書かれていたら諦めて別の物件を探すチャートに進みましょう。めぼしい物件を見つけたら速やかに不動産屋さんと連絡を取ります。その際に古本屋として事務所利用したい旨を間違いなく伝えてください。契約段階でそれは無理と言われてしまうとタイムが大幅に遅れてしまいます。無事に連絡が取れ、内見をし、契約が済みましたら、今度は行政書士さんと連絡を取ります。行政書士さんに許可証の申請代行を頼むと、諭吉と秀夫が各3枚ずつほど飛ぶことになりますが、今回は始祖たる兄貴に習いまして、安定を重視いたしました。ここまで済んだら、あとは警察からの連絡待ちです。この待機期間の間に、仕入れや商品登録などできることをしておくと良いでしょう。警察から連絡が来たら、速やかに取りに行きます。無事に受け取ったら、意気揚々とツイッターにアップします。いよいよ販売です。自分は安心と信頼のヤフオクチャートを選択しました。ベースなどのネットショップ開業サイトを使うとなるとある程度の知名度が必要になりますが、自分はもちろんクソ雑魚なめくじです。だからある程度の閲覧数を見込めるヤフオクを選ぶ必要があったわけですね。自分は許可証が来るまでの間はサボっていましたので、販売に伴う様々なことは許可証の取得後に行いました。勤勉な方ならここのタイムを2週間ほど縮めることができます。初出品は10冊、ジャンルをばらけさせる形で行いました。すると出品から約40分後、ここでタイマーストップ。タイムは68日と19時間くらいでした。普通だな。というわけで、自分がネット古本屋になったまでの過程を簡単にまとめてみました。何かの参考になれば幸いです。短時間のご視聴ありがとうございました。ではでは。